っていう。はい、かしこまりました。運転で行きましょう。なんかこのカーナビの位置に慣れなくてさ、きっと普通なんだろうけど、いつも私前なのよ、カーナビ。ああ、そうね、スマホで置いちゃうから こっち見ちゃう。そう、わざわざ横見なきゃいけないのは慣れない。うん、じゃあ私がナビする。やめ。次は信号右ですみたいな。なるほど、じゃあ左な。あー怖いよ、信じてよ。どこが赤。高速入り口。はい、入ります。入りました。高速です。後ろ3人ぐっすりです。さっき麦ちゃんちょっと起きてたんだけど、から後半してます。起きてたわ。いや、後ろ見たらさ、目つぶってたからさ、あー寝たなと思った。いやいや、まあ体調もあるやろうから、無理はせんでね。Thank you.
ということで、無事解散の駅に着きました。いやー、2日間みんなどうでしたか？楽しかった。美味しかったです。いいお湯もいただきました。よかったです。シーフのおかげです、はい、ですね。ということで珍しい構図で最後終わりますが、うん、このチャンネル良かったなと思ったら高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はぁ、あ、1泊2日お疲れ様でした。ありがとうございました。ということで今回の旅は市場美佐子と久喜高菜子とありがとうございました。バイバーイ。 Thank you very much。